今日はカプリチョーザに来ました。こちらカプリチョーザの定番ライスコロッケです。はい、大きさがなんとジバニャンの頭より大きいです。はい、こんな風になってます。横にトマトソースがたっぷりかかってて、このライスコロッケを割って食べます。めっちゃ大きいな、あんまり。はい、フライドポテトも注文しました。こちらもカプリチョーザの定番、トマトとニンニクのスパゲティです。これすごく美味しいです。私はすごい好きで、もうカプリチョーザ行ったら毎回これを注文します。はい、ではいただきます。食後のコーヒーです。カプリチョーザは食事をするとコーヒーか紅茶か冷たいウーロン茶はサービスでついてきます。なのでこれは無料でいただけます。とってもありがたいサービスです。今日はカプリチョーザでご飯を食べてきました。久々にトマトとニンニクのスパゲティ食べました。昔と同様同じ味ですごく美味しかったです。カプリチョーザはボリュームもたっぷりで、値段の割にはお腹いっぱい食べれるので、すごくコスパの高いお店だと思います。はい、また来たいです。では以上です。ご視聴ありがとうございました。